お、さあウィーラープリやっていきます。こちらのオンラインという書いてあるねスカッドなんですけども、まあ、チームスピード88チームパワー1428、こちら、以前ですね樹海さんと、まあ、プロジェクターの時にですね、まあ、バトルしたスカッドなんだけど、今オンラインチャレンジやってますよね。こちらのメンバーで、今回は挑んでいきたいなと思います。注目はなんといってもねバルザッディ、インシーニエ、ルカク、この3体が、まあ、黒玉になりますんで頑張っていただきたいなと思います。あとは例外でね、安定の長友さんね、こちら頑張っていただきたいなと、まあ、思いますね。やっぱまずオンラインってどういう方から来んのかなっていう、まずレーティングからね楽しみだよね。で選手も違うしっていうのですげえ楽しみがある。902強そう。はい、コンディションいいね。いいよいいよ。相手、はい、もう金で固めてきてるな。フッキーいる。フッキー結構俺苦手なんですよ。カルバハルもいない。 OK 頑張りましょう。久しぶりだな、なんかオンラインの動画出すの。ちょっとすげえ緊張するねこれ。まぁ、ちょっとねミスったところとか、ここ下手だってところはね、どんどんコメントで教えてください。お、やったやったレーティング900に勝って、やったよこれ。あざすって感じ、本当に。ここまた注目ですよ。はい、507、クロッキーさん。まあ、レーティングが勝ってるけどね、全然やってないっていう方もいるかと思うんですよね。普通の、イベントばっかりやってて。だから油断は禁物。もうメンバーちょっと見ても、うわ、ケリーニとかいるし。うわこれフォワード陣結構きついぞ。結構いい選手ね、なんか、ポツポツ出てきてる感じがする。さあ行きましょう。北沢さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうご覧になりますか？そうですね、前線のウィング的な役割をする両サイドが中央から相手ディフェンスをいかに引っ張り出せるかがポイントですよね。はい、まずは挨拶の一発目ね。いや、こういうの必要だから、ほんと。いや、股抜きされたし。サイドのスペースを使う。あ、いいボールだ。いややべ、ハンペル。さあ、どうだ、ロイス。危な。ポールドがこのパス。わげられた。危ね。そういう意味では嫌な時間帯や局面で。いや、来た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 。抑え。スライディングうま、この人。ファールか。素早いパスで攻め上がっていきます。スペースへ出す。来た。シュート。マジ。おい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 。うん、いや俺キーディーに嫌なんだよね、足速いから。あ、やば。いや、そこ、うん、ダメよー、ダメよー。ああ、危険。さあ、ルカク出るよ。いやー、キーディーにちゃんとついてるよ、足速い選手についてる。で、出たー。マジであのスライディング何なんだよこれ。マジやめてほしいな。あ、どうにかなんねえの。そして今前半が終わりました。ホーム側としては攻守のバランスを取りながらチャンス。裏のスペースへ。これはチャンスだ。外さないよ。これについてはどうご覧になりますか？いや、ナイスパス。なんで外すの？え？マジで？あざっす？まあ、最近無効試合になんないからね。あざっすですね。てかマジで多いな、切断。2回連続だぞ、これになったら。点、大丈夫か？もったいないぞ、これ。何かな？お母さんから今日お昼ご飯できたっていうあれかな？でもコメントにめちゃくちゃ切断が多いって、書いてありましたね。で、俺切断やめてやめてって思ったけどさ、確かに切断で最近無効試合なんないから、ほら。ただスタミナだけ減ってく。お、久しぶりにオンチャレやってるけど、この動画内で、まさか、あざっす。
なんでだろうね、もったいないよね今のは。まあでも切断でもね、最後までやりたい人っていうのは多分やってる方たち、まあレーティング上げたいだけでやってるのかなみんな。まあでもこのねオンチャレはイニエスタ GP かなり稼げますんでね、まあ普通のイベントが終わった方はね、まあやった方が全然いいと思いますね。そうなんだよね、普通のオンラインだとまあスタミナは削られないんだけど能力とか上がんないしって感じだよね。ほんとレーティング上げるだけだしね、スピリットとかも、まあ、上げながらやりたいよね。よろしくお願いします。さあご覧のようにゲームはすでに始まっております。よろしくお願いします。抜けた、よし。今日先制はこの早い時間でした。いやリードしたってことも大きいですけども、やはりそれあオフサイドギリギリ OK。ゲーム立ち上がりから自分たちのサッカーがしやすくなるということでしょう。いい形で攻めていきたいですよね。距離はなんだよ今のスライディング。でもマーカーがついてるのにスライディングするのは謎だよね本当。ボールを受けてルカクスルーパス、ボールがつながる、来たチャンスだ。 What? What? あーやばい、タクシー。何今の。前半32分を回りました。ボールのどこのパス、どうする、来た、よし、マジか、マジかよ。データマジやめてほしいんだけど今のスライディング。オッケー、じゃあこのまま勝って完全制覇いきましょう。前半終わって1対0リードで折り返します。よし、こんなか、いやーいいね、はい、チャンス来た、一旦前を取る、さあルカク、おっとルーズボール来たぞ、ここで収まる、よし、追加ポイント、大きいですからね、この後リラックスして、なんかやべえぞ、お？ダメ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 、嘘でしょマジか。いやー、はい、ということでとりあえずクリアできました、ありがとうございます。じゃああとね残り、シムの方がもうちょっとで10万突破で、普通の方がですね今現在、7万9000ということでもうちょっとですね、はい、ということでまあ、引き続きね、ツアーイベント、まあ、やり、チャレンジイベントやっていきたいと思います。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。マジで切断多いな。やばいね。